今回は以前ご紹介した足首周りの最も不運な方の骨折、腓骨骨折、第五中足骨、脛骨骨折された方の受傷後1ヶ月から初期のリハビリについてお届けしていきたいと思います。まずはこちらをご覧ください。どうぞ。まずは前回のおさらいです。こんなに腫れていました。さあ治療も行い1ヶ月でここまですっきり、ここまですっきりした影響で骨も改善。お医者さんからこんなことを言われます。そろそろ荷重をかけてみましょうか。やった、私良くなってる。心が弾むとはこのこと。しかし足がつけません。痛すぎる。何なのこれ。原因はこれです。骨を折った時に靭帯や腱、これらも損傷しています。そして硬くなっちゃってるんです。足をつきたい気持ちもわかりますが、まだ早い。やるべきことがございます。回旋運動、大きく上下に、そして反対回りの回旋運動も行いましょう。ゆっくり大きくスムーズに。カクカクはダメよ。はい、いかがでしたでしょうか。皆さんも骨がついて荷重を許可された時に、足をつこうとした時に、あまりの痛さにこんなんで治るの、そんな絶望の淵に立たされたのではないでしょうか。そこの時ってのは誰しもが同じようにもう痛すぎてつきゃ死にません。ですので安心していただければと思います。で、治していく上で大切なのは地道に足首の可動域を上げていく、これが大事になります。骨折前の状態にいきなり戻るなんてことはありません。ですので地道にやっていくのは大切になります。少しずつ歩けるようになってくると、どうしてもそこでかばう動作が入ってきます。その時に足首ですとかふくらはぎ、お膝、股関節、腰なども張ってきたりして痛みが出てくることもあります。ただそれは皆さん誰しもが通る良くなっていく過程での症状ですので、ご安心いただければと思います。で、今ご紹介したこちらの方も同じように最初はメンタル崩壊してつくのを最初全くつけない、同じように来てますんで、皆さん同じようになっていきますんで、ご安心いただければと思います。次回はですね、こちらの方が最終章でございます。どのように回復していったのかを全てご紹介していきたいと思いますんで、引き続きお楽しみいただければと思います。それでは今回はこれで終了となります。